今日はホタテの貝柱とエビとかでバターガーリック焼き、今日はスパークリングなんです。なんかすごいスパークリングが久々に飲みたい気分になって、珍しく。なんかもう暑いとね、ビールばっかり、ビールがすごい飲みたくなるけど、でもなんかあんまり言うほど冷えてないかもしれへん。これもちょっとなんか持って帰ってもっと冷やしたいと思って、氷でくるくるしたけど、なんか瓶が分厚いからあんまり冷えてない感じが。でまずはこれを、よし、失礼しました。では皆様、今日も一日お疲れ様です。乾杯。あんまり冷えてないのが嬉しい。ちょっとこのコルクは、やっぱり夏はビールかな。これでもめっちゃ冷えてたら嬉しいねんけど、ちょっと少しでも冷たくなるよう冷凍庫に入れる方。貝柱、この焦げ目がいいもん。貝柱って美味しい。でも正直これだけでは大変。もちろん酒もこのスパークリングハーフだけでは足りひんから。家にあるお酒って言ったら、もう今はあまり在庫置かないようにしてるんです。まあちょっとあんねんけども、オリオンビール5本と、あと小さいサイズの赤ワインと、各サントリー、じゃ、ウイスキーの各ハイボール作れるように、それとあとずっと残ってるカシス。どんどんなんかもう飲んで食べて、どんどんなんか食欲が進んでくる。ここは危険やねんな。なんかしかもカップラーメンの在庫が増えてきて、あとコメントでいただいてて、いろいろ最近服のコメントが、服についてのコメントが多くて、ある方にはぽっちゃりしてるからちょっと濃いめのしっかりした色の方がいいよって教えていただいたり、ある方は髪型とファッションがやっぱり過去のね動画なんか、今でもちょっとあんま変わってないけども、結構服に無頓着な方で、もう同じ着やすかったら同じ服ばっかりで、マンネリ化対策なので、ちょっとアドバイスっていう感じでもらってたり、まあ私今までは服はもう着やすさとか、もう軽かったりシワになれへんとか、結構なんかそれやから色違いで買う方やねんけども、こうやってね動画にさせてもらってるから、ちょっと服も気使わなあかんと思って、また買いに行こう。なんか誰かもう選んでほしい。もうセンスがほんまないから、ファッションセンスっていうのが、なんか自分では
心地よかったらいいみたいな感じやって今まで。これは美味しいわ。なみなみ。でも昔思ってたんかも、ファッションとかもう全然それより時間短縮したいから服選ぶのとか、もう同じ服をお揃いでもう 3,4 枚で、しかもそれ全部同じでもいい、毎日同じ服でもいいっていう、それぐらいの気持ちやっても、なんかできるだけね時間短縮したいっていう風なんがちょっと一昔前はあって、一人飲みの時はこの時間はね時間短縮できひんから、ちゃんと確保しとかなんかも、すごいヘルシー、これだけやったら。私仕事やねんけども、もうお酒だけずっと飲むっていうのができひんって、もなんかお酒となんかおつまみ食べ物とも半々ぐらいがすごい理想的。それがちょっと炭水化物絶対えらいことになるから、もうほんま調整しなあかんけど、わラーメンすごい食べたい、めっちゃ。今日もありがとうございました。では失礼します。